古地これで今回ですけども、おそ松さんの一番くじを1万円分買ってきたので、それを開封していきたいなと思います。今回のやつは相性まであるんですけども、A から F までがもうほとんど一緒なんですよね。A 賞がおそ松に抱きしめられタオル。B 賞がから松バージョン。で、C 賞がちょろ松。D が数松ね。E が十四松。F がとど松。っていう感じですね。 A から F はもう全部大当たりみたいな感じ。 G 賞がポーチ、 H 賞がパティシエおそ松さんラバーマスコットってやつで、 I 賞がカップケーキおそ松さんラバーマスコット。狙うはもうやっぱりタオルですね。まあ俺一番やっぱカズマツが一番好きなんで、 D 賞が一番欲しいですね。もう俺おそ松さん全く知らないんですけどね、ちなみにこんなこと言っときながらね。まあというわけで今から開封していきたいと思います。じゃあまず最初は I 賞からいってみたいと思います。1万円分だ、19枚買ったんで19個の商品が入ってます。まあじゃあ19個中相性が何個あったのか発表お願いします。相性ここでちょっと5個以外だったらほんまに結構熱い。カップケーキ、はい、おそ松さんラバーマスコットは8。あー微妙、8か。結構出たな8。あーこんな感じね、8個ありますね。とど松、とど松かわいいなこれ、ええー、なあ。お目当てきました、カズマツ。このちょっと死んだ目がいいんですね、カズマツのね。これはいいですね、天才型の目ですね、これはリヴァイの目ですね。お、5番目誰や、十四松。あと1、2、3か、ドボン。あーカズマツが被りました。おー被る、あの残り3つで来た。おー来た、リンゴっぽい。おそ松さん主人公ですね、多分おそらくこれが。まあ来い、おー被ったー。5番、結構被るな。もう残りラスト1個、もうこれ2か3で出てほしいところやけど、まあもうコンプリートはもう無理ですね。コンプリートの夢はついえました。ドドン、おーかぶった、全部2個ずつ当たったの。こんな感じで、だから次男三男は出てこなかったという感じ。はい次 H 賞、まあ、これも同じですね、パティシエバージョンのおそ松さん。残り11個中何個あんのかお願いします。ここでちょっとね、さすがにここで8個とかいかれるとだいぶきつい。 H 賞パティシエおそ松さん、ここ以外で切ってるんだ、かなり熱いで。ラバーマスコットは頼む、7個。おお11-7で4、残り4つしかないわけ。これやばない、残り4つって。残り4つで G 賞、あでもあとあれや、もう G 賞抜けたらもう全部タオルやわ。だから G 賞が4つ出んかったらもうタオル確実当たっとるわ。あそう考えたら4つ結構でかいかもな。はい来ました H 7個ね。カラマツとチョロマツが当たってないんでね、ちょっと今回はカラマツチョロマツ当たってほしい最低限。あーとどまつー、あー十四松、ドンドン、またやば、おーいまためっちゃかぶるやん、こいん、うーかぶったまだやばい。おけラストこれせめてなんか違うのたれて1個ぐらい、同じ何個目、うーわ何個出てくんねん。十四松、もう十四松4人出てったわ。でとどまつが4人、引きとしてはすごい悪かったな、ある意味はすごいんやけどな、同じのばっかりってことは。次いきます、次この G 賞ポーチが4つ以下であればタオルが確定します。じゃあ G 賞ポーチ、これも6種類あるんでですね、お願いします。結構当たりやすいのが6種類あるってことは、6種類あるってことは当たりやすいか、やっぱ G 賞なんぞこれもほんま。ポーチはせめてもう2、3個にしてくれ。2個、おっしゃ、じゃっていうことはもうタオル確定2個、2枚、マイポーチきましたね。お色も分かるやん。はい最初のやつ赤色、おそ松さんのやつですね。おお来た、まずはカズマツから、いいねポーチ、これぐらい結構中いろいろ入りそうですね。カズマツでおそ松、いよいよ本番、もうタオルですね一番大事なのは。 F 賞からいきましょうかね。 F 賞トドマツに抱きしめられタオル、トドマツには抱きしめられたくない俺は、頼むお願いします。 F 賞出るな出るな出るな、トドマツ出るな、お前出てくんな、もうトドマツに抱きしめられタオルはこいつと今回縁があるからな、出ませんでした。来た、しょっけトドマツ防ぐ、トドマツ防御、次は十四松お願いします。いい勝、来るな来るな来るな、もう呪い解けろよ十四松の、十四松に抱きしめられタオルは、頼むぞ十四松、ほんま頼むぞ、出ませんでした。来た、もうこれでも結構やばいんじゃん、もうあとABCD どれかで2個は残っとるから、これはもう被らんかったら全然 OK。 じゃあ次、じゃあお目当ての D 賞いってみましょうかね。 D 賞じゃあお願いします。 D 賞、 D 賞カズマツ、これはちょっと欲しい、普通にカズマツ一番好きやんね俺。カズマツに抱きしめられタオルは、まあ、1番やけどな、間違えたおで、
一末に抱きしめられたおるわ。いきます、一末。出てなかった。カズマツ殿下、カズマツ欲しかったな。でもまあこれで ABC どれか2つが確定と。これはやばいぞ。普通に今まで C が最高だったんですけど、今回はもう AB、 まあ AB レア度が一緒やからあれなんかもしれんけど、 A の可能性が出てきた。マジでで BC チョロマツカラマツ初登場の可能性も出てきましたね。じゃあ次行ってみましょうか。 C 賞チョロマツに抱きしめられた。お願いします。新章チョロマツ、チョロマツに抱きしめられた俺は。優しそうなチョロマツ来い。いった、おお来た。チョロマツ初登場。どんなんやチョロマツ。ほーちょっとほのぼの系ですね。チョロマツね、かなり優しそうな感じ。なんかもうまあ黄緑やから癒し系みたいな感じだから、フードっぽくなっとんやこれ。でもこれすごいな、ほらほらほらこれ。いやめっちゃええやん。何これ何これ。おすげえ、マントやマント。ほらこんな感じですね。あー抱きしめられた。あー最高ですね。まあ、こんな感じですよ。抱きしめられたら女の子が、体育祭とか使うんだったら可愛いですねこれ。普通にねこんな感じで、まあ、こんな感じで、後ろについてると。はいこんな感じです。いやいいですねこれは。これはもう実用性ありです。普通に普通に使える。まあ、俺はこれもあれですけどね、あのバスタオルにしようと思うんで、体のタオルにしようかなと思ってるんですけどね。はいじゃあ次に言います。 B か A が確定ということで、 A が今回欲しい。 A が来るとタイトルにも A 来るかとか書けると思うんでね、まあどうせ来なかったも書きますけどね。おそまタオル出たのか、発表お願いします。 A でしょ。A 賞来い。おそ松に抱きしめられタオルは、でも絡まってもちょっと言ってがたいところではある。 A 賞来いでしょ。出ました。ってことは B 賞のカラマツが出たっつうことか。顔すごいなこれ。顔すごいな。カラマツやばいな。一人だけなんか別世界の人間じゃない。カラマツだけ。カラマツの髪型タラちゃんと一緒やんけお前。タラオやなこれほんま。ええー、なカラマツかっこええな。多分ナルシストキャラなんやろなこれ。多分カラマツこの顔はできんやろ普通のやつには。見てこれやばない。カラマツのこの顔、いやーできました、来ましたよ青色。ちょっと青色っていうのは男の子のイメージがあるんで青色カラー、まあ、これはねもう男でも全然いいんじゃないかというね。こんな感じ抱きしめられたタオル。はいというわけで今回はね B と C の、チョロマツカラマツタオルが出ました。今一番大当たりはね、まあ悪くなかったんじゃないかなと思うんで、良かったと思います。というわけで今回の動画はこれで終わります。ありがとうございました。あ、チョロマツさんや。